霞三玉の現世現談チャンネル霧の箱大学生の F 君はその年の夏休みの終わり頃ふと思い立って三泊四日で小学校時代までを過ごした田舎にふらりと帰ってみたのだという 急なことではあったが、小学生時代にいつも4人組で遊んでいた G、L、H の3人に声をかけると、彼らも暇を持て余していたようで、毎日集まってはドライブに出かけたり、飲み会をしていたりしたんだそうだ。楽しい時が過ぎるのは早い。あっという間に最終日前日になってしまった。翌日は朝の電車で、 大学のある町に帰らなければならない。今日の夜は何しようか、と話していたとき、じいがこんなことを言い出した。まあ、うちの裏に神社あるだろああ、行くとおばあちゃんが怒る神社ね。F 君たちはその神社のことをよく覚えていた。裏山にある小さな神社で地元の人もあまり寄りつかないのだが、 とにかく、そこに行こうとすると、じいのおばあさんに怒られる。普段は、孫が財布からお金を盗んでも怒らない温厚なおばあさんなのだが、その神社に行こうとするだけで、とにかく、激怒するのだ。実はさ、今、ばあちゃん軽い怪我で入院してんだ。だからさ、その神社で肝試ししねえか。 いいね夏らしい。皆、一も二もなく賛成する。ということで、すんなり肝試しを挙行することに決まったのだ。夜の20時過ぎ、F 君たちは G の家に集まった。G はすでにさっき境内に行って、さい銭箱の前に箱を用意してきたという。そして、適当にチラシを切った紙を F 君たちに手渡して、 それに名前書いて、と指示する。もうわかってると思うけど、これから神社行って、各自名前書いた紙を、さい銭箱の前に置かれた箱に入れてきてくれ。そんで、最後に俺が箱回収してくるから。F 君たちは指示された通りに、紙に名前を書く。そして、肝試しが始まった。順番は、L、F 君、H、 で、最後に G が箱を回収に行くということになった。G の家の裏の細い山道を通って行く夜の神社は、雰囲気満点で非常に怖かったという。街灯などもちろんない。車が通れるような道ではなく、人同士がようやくすれ違える程度の広さだ。舗装も無論されていない。民家もなければ他に通り抜ける道もない。 一本道である。そこを五分程度登ったところに目的の神社がある。F 君自身、その神社に行くのは初めてではなかった。G のおばあさんと一緒であれば問題なくそこに連れて行ってもらえたんだ。ただ、それも昼間だけで夕方以降は神社へ向かう道への立ち入りさえも禁止されていたのだが。そんなことを思い出しながら境内に入る。 子供の頃の記憶よりも、なんだか少しボロくなっているような印象を受けた。もちろん、懐中電灯の明かりだけで見ているからそう思うのかもしれなかったが、体も大きくなり、昔は十分広いと思っていた境内も、大きいと思っていたお社も、狭く小さいものに感じられたそうだ。懐中電灯で再い銭箱を照らしてみると、なるほど、その前に立派な箱が置いてある。 F 君はその箱に紙を入れると足早に来た道を引き返した。こうして肝試しはつつがなく終わった。じゃあ箱回収してくるわ。三人目の H が戻ってきたところで G はそう言って神社へと向かった。山道の入り口で F 君たち三人は口々に肝試しの感想を語り合った。予想以上に怖かったな。 真っ暗だったしね。それに、獣の声だか鳥の声だかがあちこちから聞こえてこなかった聞こえた聞こえた。熊だったらどうしようかと思ってたよ。このあたりに熊なんかいねえよ。あははは。そんな風に話していると、エルがふとこんなことを言った。それにしても、箱、立派だったな。ああ、あれ、高い箱だろ。 り箱っていうのそうそう、昔の金持ちが持ってるみたいな。しかも周りに新しい千代紙貼ってな。ジーのやつずいぶん奮発したんだな。と、そこに G が箱を抱えて山道から降りてくるのが見えた。しかし、箱の大きさが妙に大きい。それに、材質的にジが抱えてきたのは、 ダンボールの箱のように見えた。んあれ、ダンボールじゃねぽいな。リの箱はさあ、あの中に入れてんのかしかし、抱えている箱は軽そうで、中に木箱が入っている様子はない。ジーは近づいてくると、おいおい、お前ら何やってんだよ。紙全然入ってないじゃないか。と、 笑いながら言う。いやいやいや、霧の箱は ?F 君が尋ねる。え霧の箱霧の箱だよ、さい銭箱の前にあった。そんなの置いてないけど。いやいや、あったよ、な他の二人もコクコクとうなずく。ええー、俺が行った時はそんなのなかったぞ。 の表情が限る誰かが持ってったとかないだろう。この道を進むしかないんだから。いつも神社を管理してる人は偶児さんとか。3年前に亡くなったよ。え、じゃあ今、あの神社誰も管理してないのそうなるな。マジかよ。廃神社なんだったら最初からそう言ってくれよ。 じいもどんどん深刻そうな顔になり、これは肝試しなんてしたのがまずかったのか、などと言っている。空気が重くなったところで、ムードメーカーの H が明るい声でこう言った。マジで盗まれたのかよ。俺、フルネーム書いちゃったじゃん。その言い方がおかしくて、みんなの空気が少し緩む。俺は下の名前だけだな。 と、F 君。俺は小学生時代のやっちゃんって頭にしといた。と、L。ああ、それでいいならそう言ってくれよ。はははは。H がおどけたところで場はすっかりなごみ、その後 G の家で深夜まで飲んだ後、翌日の朝、F 君は自宅のある町へと帰った。一ヶ月後。 F 君の電話が鳴った。H の家族からだった。H が亡くなった、という。つや、葬式の日取りを聞いて F 君は、おっとり刀で田舎へと駆けつけた。つやの会場には G と L がいた。二人とも憔悴している。聞けば H に会ったのはあの日が最後なのだそうだ。 F 君は気になっていることを二人に尋ねた。H は何で亡くなったんだ事故か憔悴したご家族には聞けなかったんだ。二人は顔を見合わせる。そして、正然としながら G が答えた。自殺だよ。自殺 聞けば、大学の研究棟から身を投げたのだという。なんか、学生生活で悩んでたのかな。F 君がぽつりとそう言うと、G が首を横に振る。いや、全くそんなことはなかったらしい。ご家族も、一切そんな兆候はなかった、と言っていた。じゃあなんで ?G は、俺も聞いた話なんだがと前置きして、 G は、俺も聞いた話なんだが、と前置きして、H が亡くなった経緯を話し始めた。その日、研究室でゼミの先生を囲んで、H たちは飲み会をしていたんだそうだ。途中で酒とつまみがなくなったので、H が、俺が買ってきますよと言って、買い物に出かけた。そして、コンビニで酒とつまみを買い、大学に戻ったのだが、 なぜか研究室ではなく屋上に行き、そこから身を投げたのだ、と。えなんだよそれ。F 君がショックを受けていると G が一層暗い顔になって、こう付け加えた。まだあるんだ。F は屋上から中庭に身を投げたのだが、不幸なことに、 その時、中庭で愛を囁き合っているカップルがいたそうだ。二人がイチャイチャしていたその時、空から何かがひら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 と舞ってきた。手に取るとそれは、細かく切られた千代紙だった。男が立ち上がり屋上を見上げると、手すりの外側に男が立って、紙をちぎっては放り投げ、ちぎっては放り投げ、という動作を続けている。 ちょっとちょっと、あんた何してんですか男が屋上に向かってそう声をかけたその瞬間、その姿勢のまま前に倒れるようにして、その人物は中庭に落下してきたというのだ。それがエイジだった。待てよ、千代神って。あいつが千代神を買ったのはコンビニじゃない。 家にレシートがあったってさ。その日付は、肝試しの翌日だった。沈黙が三人を包む。結局その日、誰も例の肝試しのことに言及することはなかった。通夜と葬儀を終えると、F 君はすぐに町に戻り、以降、一度も田舎には行っていない。幸いに、 と言うべきか、今のところ他のメンツには何も起きていないのだそうだ。だとすると、箱にフルネームを入れたのが悪かったのかもしれないと F 君は言う。多分、あれで特定されちゃったんだろうな。そんなことを思っちゃうんです。何に特定されたのかはわからないが、 その夜の神社にいた何かに H は特定されてしまったのだ。F 君はそう考えている。